オー黄岩首草は、菊花岩首草属の多年草。別名、オー黄岩首。茎の高さは1メートルほどになり、多くの枝を出し、縮れた毛が生える。根室葉は花時には枯れている。茎につく葉は五星下部の葉は大きく、京刀乱形、卵形、卵状楕円形、皮心状長楕円形、または皮心型と変化があり。 傭兵を含めた、長さは30から40センチメートル、幅は10から15センチメートルになる。先端は、鋭頭、かしら、基部は、円形で広く、傭兵に沿って流れ、円には不揃いな重挙子があり、破質は薄くて柔らかく、両面に短毛が生える。形容は上部に行くに従って、次第に小さくなり、京頭乱状長楕円型で、傭兵に広い翼があり、基部は、円形となる。 下キは8から10月。枝の先端にやや下向きに開く大型の登場過剰をつける。頭花の基部には線形、または高頭皮神経の養生法が放射状に多数つく。双方は計2.5から3.3センチメートルになり、この属の中で最も大きい。双方外辺は周囲の養生法と同質で、 双方内辺は間膜質で線状さじ型となる。頭鼻周辺の花冠は長さ約3 5ト、mm、ル頭鼻中心の花冠は長さ約4ト、mm、ルとなる。果実は長さ5.5から6ト、mm、ル計1ト、mm、ルになる円柱形の痩せかで、先端に長さ約1ト、mm、ルのくちばしがあり、線があって粘る。感毛はない。 染色体数は 2n イコール40。小籔タバコシーサーニュアムに似るが、同種よりも、はや頭花が大きい。日本では、北海道及び本州に分布し、湿ったリンゲに生育する。世界では、日本のほか、朝鮮半島、中国大陸、ウスリー南部に分布し、冷温帯に分布する。和名、黄岩首草は、黄岩首草の意。松村つとむさんによる命名である。 頭花はガンクビ相属の中では一番大きい。ガンクビの意味は、この種類の植物の頭花がうつむいて咲く様子を、キセルのガンクビに見立てたもの。種賞名マクロセフィリムは、頭の大きなの意味。ありがとうございます。